黄巾の乱が収まった後も天下万室。劉備、エンジスという男を知っておるか。は、いえ、董卓討伐の折に遠目に拝見しただけで、特に面識は。そうか、奴がつい最近伝国の玉璽を手に入れたそうだ。不相応な野心など抱かねばよいがな。曹操殿、ぶしつけだが貴公の兵はお貸しいただけぬであろうか。兵の力を欲するか。断りはせんが、一つ条件が。お主が国王と頼む官、その勝機をしばし我が軍に預けよ。なんだ、雲長。承知した。曹操殿、早急に聖兵を我が兄劉備に与えていただきたい。雲長、ご心配めさるな。兄者の大義貫いて参られよ。演出をないがしろにし、敬意を斉唱する。すまじ演説、劉玄徳が征伐せる。
始まり、山に喜びよ。学習の分、陛下の王のために。この勝利、皆のおかげだな。